はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。ある意味時の人だったんだなぁと感心しつつ、別の意味では呆れているのがタレントのフワちゃんさんです。呆れたというのは彼女に対してではなく、あのフワちゃんが教科書に載ることになっていたという話を聞きつけまして、この教科書会社に何やってんだかって感じです。一連の騒動を受けて削除の方向ということなのですが、来年度から使用される予定だった教科書にフワちゃんさんのそのお姿が掲載される予定だったというんです。このことはフワちゃんさんご自身がツイートしておりました。フワちゃんさんご自身は小学校の教科書とツイートしておりましたが、これを伝えた読売新聞によると中学校の技術課程の教科書だったようです。教科書会社は海流堂さんで、同社の担当者は、フワちゃんは SNS で許されない内容を投稿しており、教科書への掲載は適切ではないと判断したと取材に答えているんですが、そもそもフワちゃんなんですかっていうところが残ります。より詳しく取材をしていたネット媒体ピンズバさんによると、教科書への掲載というのは3年前に決定していたというんです。ただですね、フワちゃんさんを教科書に載っけようと思ったその動機の部分、いわば理由に社会の問題ってテストじゃないですよ、日本社会全体の問題を見つけてしまったんです。それはテレビです。テレビなんてそうは言ってもオワコンだという反論があるでしょうか。ところがですね、このテレビというやから、いや、あいつらがなかなかしぶとくって、未だに深刻な影響を日本社会全体に与え続けているんです。テレビなんて見ないよという人が昔から多く、むしろそうした人たちが日本社会の舵を取っているので、テレビの問題点に気づかれなかったという面があるんです。だからやっぱりテレビ局に貸し与えられた放送電波はミョイミョイと取り上げて、テレビは消えてなくなれという結論にうっかりなっちゃうということです。まずネット媒体ピンズバニュースさんが伝えた教科書会社海流堂さんの担当者によるフワちゃんさん教科書掲載に至った理由というものを記事よりそのまま紹介します。教科書のコンセプトなどを考え始めるのは出版の3年ほど前、西暦でいう2021年頃からです。今回フワちゃんが渡辺直美さんと教科書へ登場するのは衣服の役割に関するページでした。衣服には個性を表現する役割もございます。そのため個性的な服装でテレビに登場するフワちゃんを、直美さん、渡辺直美さんとともに自分らしさを衣装で表現する人として教科書へと登場させていただく予定でした。なるほど、個性ですか。しかし、だがちょっと待ってほしいというツッコミを入れずにはいられません。渡辺直美さんはちょっと微妙ですが、フワちゃんさんのあの格好は衣装です。言うなればコスプレの類と言えなくもありません。確かにフワちゃんさんのツイートに添えられた写真にあるキャプションは自分らしさや個性を表すとありまして、フワちゃんさんに直美さん、そしてその隣に少年少女は、これハロウィーンですかね、ハロウィーンのコスプレをしたお嬢ちゃんお坊ちゃんがおります。そして私はコスプレそのものは否定しません。差は差でありながらも、ピンズマニュースさんが紹介した教科書会社さんの担当者、この方の説明ではテレビに登場するフワちゃんさんと会ったわけです。何のことはない、テレビに出演するタレントさんの衣装が教科書に載るところだったわけです。これテレビが日本社会の教育の現場にまでも強い影響力を残している一つの証拠が見つかったということです。フワちゃんさんとはすでにオワコンと言われて久しいテレビが、日本社会においてまだまだ重要な影響力を与えている、悪い影響かもしれない閉じということを示す一つの目印だったということができるんです。世界はというとすでに違います。ある程度の広さの国土があって、日本全国つつ裏裏に、まあ、ある意味同じ内容を放送している西側諸国というのは日本ぐらいと言っても過言ではないんです。アメリカは20世紀の終わりにはすでにケーブルテレビが主流になっていましたし、21世紀を迎えてからこちらコードカットと呼ばれる、そのケーブルテレビをカット
離脱しまして、ネット配信の方にどんどん置き換わっていっております。イギリスの BBC はというと、BBC の会長が一昨年の12月に、ネットオンリーの世界への備えとして、これからは完全にネットシフトしていくよということを呼びかけていたと、皆様の NHK の放送文化研究所は伝えております。はい、かように見ていくと、むしろ地上波テレビがその国の社会全体に強い影響を与えている国は日本だけ。日本だけと言えなくもないんです。そして、タレントのフワちゃんさんはというと、テレビにより全国的な知名度を得たタレントさんです。彼女は YouTuber と紹介されましたが、彼女の YouTube デビューは静岡朝日テレビのネット企画が始まりだったとウィキペディア先生は教えてくれます。次はというと、テレビ朝日のディレクターさんとフワちゃんさんが手に手を携えまして立ち上げた YouTube チャンネルなんですが、この YouTube チャンネルのコンセプトというのは、フワちゃんさんという芸人さんを売り込むためのチャンネルだったとのことです。これが今から6年前の2018年のことで、以後、フワちゃんさんのテレビでの活躍の快進撃が止まらなくなります。それではネットはというと、あなたにおすすめのコンテンツはというリコメンド機能が強力に働きますので、日本全国津々浦々のあまねく広くのタレントさんというのは生まれにくい構造仕組みになっているんです。それぞれの分野、地域、世代ごとの大人気者っていうのは現れるんですが、全国区、全世代というのは難しいんです。未だ絶大な人気を誇るヒカキンさんでも、あまねく名前が知られた背景には、テレビ出演あるいはテレビ CM の影響があるんです。こうした重要な背景情報を踏まえたときに、YouTuber として紹介されたフワちゃんさんが教科書に載ることになった、その重要な背景情報というか理由は、テレビ一択。テレビ一択となるわけです。なお、タレントさんのおべべ、まあ衣装ですね。これも含めて個性と言われたらそれまでです。同時に、渡辺直美さんがその衣装を持って教科書に載るということに関して、もうなるほどなと頷くことにやぶさかではありません。一方で、フワちゃんさんはというと、そのいでたちおべべというのは、シノラーの、かつてのシノラーのパクリ、インスパイア、シノラーさんのインスパイアなんです。シノラーさんとは、かつてバラエティ番組などで大活躍をされました、篠原ともえさんです。かつて、ウルトラミラクルデラックスと歌っておりました、篠原ともえさん、現在、アーティストとして大活躍です。タレントのフワちゃんさんによるお笑い芸人のハイでおなじみのやすこさんへの不適切にも程がある投稿によって、各種流れ玉が当たりました。いろんなタレントさんに、あ、関係してんじゃないかという流れ玉が当たりましたが、その中で、篠原ともえさんにも軽微な流れ玉が当たっておりました。いわく、フワちゃんさんのファッションが、かつてのシノラーさんにそっくりなので、あ、パクリがいるとか言ったんですけど、それ逆、真逆です。シノラーさんのファッションに憧れたのがフワちゃんさんなんです。このことはフワちゃんさんご自身も認めております。仮にフワちゃんさんが個性的なファッションを理由に教科書に掲載されるとします。これにあたり、その個性的なファッションの起源がシノラーこと篠原ともえさんであるというところにたどり着き、そして篠原ともえさんが青ヶ島の巫女さんの末裔だというところに、まあ島なんで流れ着いたとして、それを理由にそこまでセットで教科書に載るならば、私はなるへそと膝を打ったことでしょう。青ヶ島は伊豆諸島の南端に浮かぶ島です。個人的にはこちら青宙を育んでくれる素敵な島です。日本全国の島情報を配信しているサイト、リトケイに掲載された今から12年前のインタビュー記事によりますと、彼女の創作活動には、島で見る夕暮れの綺麗なグラデーション、こうした自然にインスピレーションをもらっていると語っております。もはやマルチクリエイターとも呼ぶべき活動をされております、篠原ともえさん。彼女は、青ヶ島の皆さんが、それぞれいくつもの仕事をしているところ、これに影響されたんで、私自身もいろんなことをやってみたくなるのかなというような趣旨のお話をされておりました。
ルーツもまたその人となり個性を生み出すということです。ちなみに渡辺直美さんのルーツの一つは台湾です。これらを重要な背景情報としたときに、テレビに出ている人ということからのフワちゃんさんと篠原智恵さん、どちらを中学生の技術課程の教科書に載せたいと思うでしょうか。フワちゃんさんの個性と呼ばれるファッションはすぐに篠原智恵さんに由来するものだということが分かりまして、篠原智恵さんをたどりますと伊豆諸島の最南端に浮かぶ青ヶ島、ここまでをいわばインクルージョンした時に教科書としての深みが増すんじゃないでしょうか。しかしネット媒体ピンズマニュースさんが伝えたところによりますと、教科書掲載の理由がテレビで大活躍ということで、しかもおべべ衣装という見た目だけで掲載されるというんです。白がこう言ってます。水原一平さん、教科書に掲載されるってよって話から一転削除となったという話題において記憶に新しいのは、あの水原一平さんです。メジャーリーグベースボールドジャースの大谷翔平選手の通訳という立場を利用して、大谷翔平選手のお金を違法賭博につぎ込んだ、いわば希代の悪党水原一平さんです。やはり来年から使用される中学英語の教科書に、成功を支える人々というテーマで水原一平さん掲載される予定だったんです。水原一平さんに白羽の矢が立てられたのは、これまたテレビが理由ではないでしょうか。教科書会社がテレビを見て、よーしあいつを掲載しようと思ったその理由、フワちゃんさんにせよ水原一平さんにせよ、教科書になぜ載せようと思ったのか。これ私、決定プロセスを知る立場にはありません。ただ私も接していた印刷業界の視点で見たときに、90年代の終わりぐらいから DTP、デスクトップパブリッシングというものが普及していきました。ざっくりと言うと、印刷物を簡単に作れる時代になったその時に、教科書会社が直面したのは少子化です。少子化が見える化しちゃったんです。なぜ教科書と限定できるかというと、人口のボリュームゾーンは団塊の世代で、そのご子息の世代の団塊ジュニアの世代が一斉に学校を卒業していったんです。社会に出てまで教科書を買う水虚な人間はそうはいません。教科書の需要そのものがガタッと減った。ギュ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 ッと小さくなっちゃったんです。この時代相前後するように新しい教科書が検定に合格するごとに、今度の新しい教科書にはタレントの〇〇さんが、ハリウッドで活躍する俳優のバツバツさんが、ミュージシャンの三角三角さんが、という形でテレビのニュースやワイドショーが宣伝してくれました。テレビが紹介するということは、これ広告換算して数億円、数十億円の規模のものになります。テレビ局がじゅるっとよだれを垂らすかのようなタレントさん、俳優さんを教科書に掲載したら、無料ただロハで宣伝をしてくれる。それが令和の今になりまして、水原一平さん、そしてタレントのフワちゃんさん、そこにたどり着いたと考えても、これ突飛な話じゃありません。そしてこれも仮定の話になりますが、フワちゃんさんがテレビ出演によって得た人気らしきものによる影響力、さらにはテレビの中での立場を守るために不適切にも程がある投稿をしたのであれば、答えはおのずと明らかです。テレビの強すぎる影響力が教育の現場にまで悪影響を及ぼしているという仮説が浮かび上がってくるわけです。ならば、まずはテレビ局の皆さんの放送免許、放送電波をミュ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 取り上げまして、消えた、消えた、やったーとすることが最適解、ベストソリューションではないでしょうか。おいおい、いきなり放送電波取り上げるのは乱暴じゃないかという反論があるでしょうか。しかし、昭和時代から言われたじゃないですか。テレビを見ると馬鹿になる。そしてそのテレビのニュースやワイドショーがですよ、今もう日本はダメだ、日本はダメになったって繰り返していますよね。ならば、そんなバカ製造装置、馬鹿製造装置のテレビが消えた、消えた、よっと
とするしかないという結論にたどり着いてしまいそうになる今日この頃でございます。個性を突き詰めて言いますと、みんな違ってみんな良い、お互い様おかげ様を持ち寄りまして、みんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんぽー、私がパーなのでチョキを出したあなた、最後はブイ、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、嫌いますね。お手手のシワとシワを合わせて幸せ、そしてグーを出したあなた、頑張って、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。